わからんねやったらそれでええで。ほんならレウ、そろそろ出陣しようか。あれ姫、なんか五郎館のやつら外に布陣してるみたいなんですけど。外に同情もせず。まったく、軍略に沿わないなんておバカにも程がありますわね。そうっすね。でもああいう賭けをするやつあたいは好きかな。潔いとは思うけど、でもちょっと考えなしなような気がするな。そこに果てしない夢があるんだってば。わかんないかな。それをわかってるのは文ちゃんだけかも。そっか、姫も年もまだまだだな。何がまだまだかは分かりませんけど、文殊さん、顔料さん、あの敵をぶっ飛ばしておしまいなさい。あらおらさっさ、あれ闘志どうしたんだ。ノリ悪いな。ほらほら一緒に。あらおらさっさ、あらほらさっさ、声が小さいってば。もう年ってばノリが悪いな。文ちゃんが良すぎなんだってば。五郎館の防衛に当たっている部隊が場外に布陣したようです。五郎館から出て、バカか奴らは。確かに地の利を捨ててどうするのか考えが読めんな。何か策でもあるのかもしれない。ふむ、ケイファー、あなたはどう見る。は、本体を晒して敵の目を引きつける。その狙いは伏兵の利用というのが定番でしょう。なるほど。崖の両側に伏兵を配置し、突出してきた敵に制射するか。そうなれば混乱は必至だな。となれば別動隊を崖の上に派遣し、伏兵を殲滅するしかないな。ならば私が。待ちなさい春蘭、敵の狙いはそのようなものではないわ。あ、そうなのですか。ええ、風にたなびく軍旗に充溢している決意、それがわからないかしら。うん、カリン様は敵が決戦を望んでいると。そうよ、敵は飛将軍呂布、そして行商と称えられる趙文燕、その二人の旗に決戦への渇望が見て取れる。しかしカリン様、お言葉ですが、今の状況では伏兵を使って我らの戦力と戦意をそぎ、時期を見て連合軍の本陣を吸収して炎章の印をあげるか、兵をまとめて退却するしか方法はないかと。軍略として見るならばケイファの言う通りでしょう。だがケイファ、盲督の片腕ならば自称ではなく敵の魂をも見抜いてみせなさい。魂ですか。そう、二人の気高い魂、そしてそこから導き出される軍略、どちらか一方を見ただけで全てを見抜いたと思うのは早計でしょう。敵はおそらく堂々たる決戦を行い、連合に痛手を与えた後で悠々と退却を敢行するはずよ。
まさか、いくらなんでもこの兵数差で、しかも古老館によることもなく決戦した後で退却できるなどと本気で考えているのでしょうか。案外本気なのかもしれん。それほどまでに連合軍が舐められているのだろう。確かに総大将があの炎章なんだから舐められても仕方ないわね。しかし本当にそんなことが可能なのか。そう信じているのならば、あまりにも自分たちの力を過信しすぎだと思うのだが。天命を感じられるものは得てして人の理解を超えるもの。思考の枠を外すことなくその考えを受け止めることはできないでしょうね。ではカリン様は呂布が天命を感じられる人物だと思うので。ええ、きっといつの日か我が前に立ちふさがることでしょう。楽しそうな顔をしていらっしゃる。英傑との戦いこそ血、湧き、心躍る瞬間、天の意志を感じられる最高の時。楽しいのは当然のことでしょう。なるほど、さすがカリン様ですな。そういうアネジャもさすがアネジャだ。何？どういうことだ？素直な子と言いたいのよ。単純。カリン様の言葉の意味をもう少し吟味してみたら？ん？わからないならばそれでよいさ。それでこそ私の姉じゃなのだからな。全くその通りね。さあ春蘭、秋蘭、軍を動かしなさい。御意。御意。ほう、敵は城外に布陣しておるな。コウキンよ、これをどう見る？軍略の定石ならば、ここは席によって敵軍を撃退するのだが、わからん。わかんないの？ん？シェレンはわかるというの？そりゃもちろん。ほう、では配置をしよう。奴らの真意は？正々堂々と戦って隙を見て逃げる。どんな真意を見抜いているのかと思えば、そんなわけないでしょ。そっかな、私にはそれ以外には考えられないんだけどな。うん、孫作殿がそう言うのならば案外そうかもしれんな。郊外殿までそんなことを言うのか。我らが主の勘は神がかっておるからな。それに相手は飛将軍とまで謳われる呂鳳仙だ。それぐらいの気概を持っていてもおかしくはあるまい。そうそう、地を極めた者にしかわからない真理があるように、武を極めた者にしかわからない真理ってものもあるんだから。シェレンにはそれがわかる？うん、わかっちゃう。ならば主殿の神がかりを信じてみることにするか。だな。で、兵をどう動かす？息健康なる敵と正面切って対峙するのは愚策中の愚策。その相手は劉備と炎章に任せておこう。やだやだ、呂布と戦いたい。私が許すと思って？思わないけど、でもたまには暴れたいよ。ダメ、
相手は飛将軍と言われるほどの武を誇る呂布よ。万が一のことがあったらどうするの。それについてはわしもコウキンの意見に賛成じゃな。そう膨れ面をされるな。佐古殿は我らが玉、海中に入れるのはやむを得まい。わかったわよ。まあつまんない。気持ちはよくわかるがな。ではコウキンよ、先陣はわしが取ってよいのじゃな。ええ、副将にはリクソンとカンネイをつけましょう。敵本体の脇をついて孤狼艦を落としてください。わかった。ノン、シシュン、わしについてこい。はっ。はーい。いいの？私も暴れたいの？ダメだって言ったでしょ。あんまり言うと首に縄をつけちゃうわよ。そんなこと言うなんてメイリンってば変態だね。あら、今頃気づいたの？私、好きな人を束縛するのが大好きなのよ。いやーん、私ってばメイリンの愛の荒縄で束縛されちゃう。素直に束縛されてくれないくせに。当然だって、メイリンは自由気ままな私の方が好きなんだって分かってるもの。うぬぼれね。そっかな。ふん。